玉座。主の姿が見えないようだが、まさか留守にしてるわけじゃないよな。ふん、私たちにビビってどこかに隠れてるんじゃない？喜べ人間ども、貴様らのような卑しき者が我の姿を二度までも拝めるのだからな。ザラーム。しかし闇の雷に打たれ塔の崩壊に巻き込まれてもなお生きていたとはな。貴様らが呆れるほどにしぶといのか、はたまた忌々しき邪魔者が再び現れたのか。そう簡単にやられてたまるもんですか。はっ、毎度爪が甘いんだよ。まさに虫けら雑草。価値のない卑しき者ほどしぶとく見苦しく正にしがみつく。だが神を超えし我の前では絶望的に無力よ。焼き尽くしてくれよ。生きた痕跡すら残らぬようにな。楽しませてやる。ちょっと二人とも落ち着いて。ザラームの術中にハマっちゃダメよ。貴様らと遊ぶのも飽きてきたな。虫けらのあがきなどこの程度か。さっさと貴様らを片付けて世界中の人間を焼き尽くしてやるとしよう。そんなことさせてたまるかよ。やってるぜ。任せろ。メアドーン。今、雷切り。
愚か者どもめ、まさか勝ったとでも思ったか。残念ながらこの程度では我に勝つことは愚か、傷一つつけられぬ。圧倒的な力の差というやつだ。さあ、己の無力に打ちひしがれながら行くがいい。何？な、そうか、貴様ら二人がナジムの弟の血を引く者たちか。素晴らしい。貴様らを始末すれば我は憎き弟に復讐できる。そして今度こそ世界を支配する唯一無二の王として君臨できるというわけだ。待っていた。魔族に転じて生きながらえ、千年の間待ち焦がれていた。ナジムの血を継ぐ者を叩き潰すこの時をな。守るためにはな。大丈夫だよ。あんたたち二人だけにこの世界の命運を背負わせやしない。私たちが一緒だ。必ず勝てる。倒せるぞ。お前の千年越しの野望を俺たちが打ち砕いてみせる。ザラーム！
千年の因縁を終わらせるよ。こんな時に何なのですが、私この冒険を本にしてみようと思うんです。ズバリ題名はホルネコの異世界大冒険。さあ行くわよ。これは売れそうですぞ。これは闇の檻。囚われた者は生きて出られないと聞くが、なんだって。まずい、このままじゃみんなが。あんたたち双子なら光の力で闇の檻を破れるかもしれない。頼んだよ。あんな姿になっても力が欲しいなんて、ザラームってどうしようもないやつね。さあ、あいつのブーサイクな顔をボッコボコにしてやりましょう。オイラ全力で戦うぞ。魔王をぶちのめして世界平和にして、そんで腹いっぱい飯食うんだ。聖杯の力に頼っておきながら、何が神を超えし存在だ。そのふざけた妄想ごと叩き切ってやる。最強の剣士がな。どうだい、化け物が出てきたもんだ。俺が元人間とは思えねえぞ。剣を怒らせたようだな。どんな野郎が相手だって今の俺たちなら勝てる。そうだろ。闇に覆われた世界、そしてその野望を打ち破った先に広がる光満ちた世界。フィナーレ、千年越しの戦いなんて燃えるじゃない。知るがいい。アルテナソード終わりだな。幕引きにみんなの笑顔が見られるように私頑張っちゃうよ。いや、ラストダンスの相手が不細工な魔王だなとはがっかりだぜ。けどまあ、世界の命運がかかってるんじゃ手を抜くわけにもいかないよな。雪山で出会った時は魔王と戦うことになるなんて思ってもみなかったけど、こうなることが決まってたのは多分千年前から。千年も封じられていたのに改心しないなんて、あいつ本物の悪党ね。よし、このアリーナが馬鹿げた野望を打ち砕いてやるわ。見せてやるぜ。地獄パーク。人々を苦しませ、悲しませる者に王を名乗る資格などありません。狼よ、おれし者に裁きを、我らに勝利の祝福を与えたまえ。さあ行くわよ。任せろ。体が、聖杯は光と闇、どちらの力も吸い取ることができるんだ。今奴は光の力を吸収してる。きっと何か仕掛けてくるよ。させるか。聖杯を狙え。あいつを助けるんだ。人空に任せろ。
戦いに世界の未来がかかってるんだよな。怖くて仕方がないの。でもみんなと一緒だから絶対に負けないって思えるわ。バガンテ！交換だ。任せろ。よーし、この戦い何が何でも勝つぞ。ダラーム、今こそ予言を終わらせてやる。しようか。オルネーゼ、オルネーゼ、腕の刻印が、刻印が消えた。ザラウムも悲しき一族に刻まれた印も全て消え去ったようですね。ナジムの血を継ぐ者たちよ、ありがとう。
あなた方はナジムの願いを叶えてくれました。千年前彼が成し得なかったことを見事成し遂げたのです。この声、夢の中で聞いたのと同じだ。さあ、予言の双子よ、聖杯を取り、分かたれた世界を一つにするのです。千年の時を超えた定めの通りに。見とれてる場合じゃないみたいだよ。急いで地上へ戻るんだ。見て、お城が。城が消えていく。消えちゃった。これで全部終わったんだな。いや、まだだ。皆に知らせなければなるまい。予言の終わりと新たな王の誕生な。ほら。ちょっと待ってくれ。いくら予言の双子でも急に王様になんかなれないって。私たち士官学校の生徒よ。それに世界を滑る王なんてそんな器じゃ。あのザラームを倒したのだ。今のお前たち以上に王にふさわしい者などこの世界にはいない。そう気負わなくても大丈夫だよ。あんたたちが未熟なところは私たちみんなでフォローしていくからさ。僕も我が輩も協力する。参ったな。あれ、マリベルやミネアたちは？そういえばトルネコもハッサンもみんないない。おかしいね、さっきまでは確かに。あ、探してくる。私も。おい、お前たち。いた、みんなだ。おい、よかった、ここにいたのか。いやはや、見つかってしまいましたか。ああ、こっそり帰ろうと思ってたのに。え、帰る？それって、元の世界へってこと？ああ、やっと迎えが来たんだ。ザラームが倒れ、この世界は平和を取り戻しました。私たちの役目も終わったのでしょう。そんな、もう、行っちゃうの？締めっぽいのはごめんだぜ。お前たちは王様だろうが。ほら、シャキッとしろ、シャキッと。それにしても勝手な話よね。ザラームを倒した途端王になれたなんてさ。けど私は良かったと思ってるわよ。双子の王があんたたちで。私もそう思います。お二人が王ならばきっとここは素晴らしい国になることでしょう。うん、シャントハイムに負けないくらいにね。みんな、オイラ帰ったら仲間に自慢すんだ。すっごい友達ができたんだぞって。だから絶対また会おうな。約束だぞ。この甘ったるめ、我が輩は泣かんぞ。泣くものか。やれやれ、涙抜きでお別れしようと決めていたんですがね。まあ、切なくなっちゃうのも仕方ないわよね。だって私たちずっと一緒に戦ってきたんですから。
おっと、そろそろ時間みたいだぜ。うん、そうみたい。黙って帰ろうとしちゃってごめんね。みんな面と向かってお別れを言うのが寂しかったのよ。でもやっぱり最後に会えてよかったわ。それじゃあ出発。じゃあな。ほら、行くわよ。姫様、お待ちください。絶対また会おうな。絶対だぞ。それが俺たちを支えてくれる、みんなの思いに応える、たった一つの方法だからな。そうね、あなたもたまにはいいこと言うじゃない。思いっきりやりましょう。みんなのために、この世界のためにできることをね。ああ来たぜー。